日の国会合協同組合理事長の右田と申します、えー。この度、インドネシア共和国から、えー、熊本県玉梨出身の中川康則さんが帰国されます。中川さんは、熊本県とバリ島、インドネシア共和国の橋渡し役としてご,家族ご活躍をされてきた方のお一人です。バリ島にある 日本語学校アクセラの代表代行も務められ日本全国に卒業生を送り出されていらっしゃいますこの度熊本市の介護事業所のために外国人の雇用についての説明会をしていただけることになりましたまた登録支援機関である株式会社リフティングブレーンの 飯川、えー、照明常務取締役に、えー、実際にかかる費用その他も々もについての説明をお願いしております、えー、この外国人の雇用については私は前に進めるしかないと考えております、えー、私自身、えー、バリー島の方々と10年来交流があり、えー ほとんどの方がヒンズー教徒です。仏教の習慣にとても似ているので、違和感も少ないと考えております。今回の説明会の参加費は無料でございます。できれば先着20社ほどを考えております。5月23日10時から火曜日です。 熊本市南区南高江の国道3号線沿いにある桜テラスの方で開催したいと思います。是非ご参加いただき今後の経営のためにお役立ていただけたらと考えておりますよろししくお願い申し上げます。